内出駅、富田最下急居内出は、兵庫県芦屋市東部、宮川流域、六甲山地南陸から大阪湾へかけての断球、中石地にあたる地域。明治22年から昭和19年まで、芦屋、山城、土と共に、芦屋市を構成する大技の一つであった。現在の町名では、内出町、春日町、内出小槌町、若宮町、チベット町、 浜町、南宮町、大東町、暮川町、宮川町、宮野塚町、上宮川町、楠木町、緑が、岡町、新能塚町、大原町に相当する。説明書図上には、神宮皇后の御子軍師が打ち出るをもって名付けたとある。一方で、陸路の山陽道が初めて海浜に打ち出たことによるとの公費もある。古代、 アホ新郎塚古墳はアホ新郎の墓所と伝え祀られて、現在宮内庁が管理しているが、実際には4世紀後半築造で、緑が丘古墳群の最有力主張墓であり、多量の三角円新獣教が出土したことから、被葬者は紀内政権と直接結びついていたことが想定される。その他当地の古墳には、内出小槌町の5世紀末築造の内出小槌古墳と、 市内唯一の前方公園墳である春日町の金、津山古墳がある。中世内での地名は、鎌倉時代より見られ、う内郡に属した。昭和4年11月日付兵庫関悪党、京明中心条案に、後藤江門城内でとあり、当地を根拠とする、悪党後藤江門城以下が、兵庫関に乱入したことが知られる。いわゆる鶴漁町集権の是非をめぐっての騒動であり、 当時の内では交通の要衝として、商業、海上輸送業の本拠地として様々な利権に関係する場所であったことが忍ばれる。また、内出浜は二度の合戦の舞台になった。建武三年二月には、五代醐天皇に反旗を翻した、足利高氏が丹波から兵庫に進出し、入京を図って、当地で、新田義貞、楠木正重、 北畑明江と戦い撃退されている。この戦いは、県武3年9月日付狭間正直軍中将に、1、2月10日、内出合戦陣中吉県武4年3月日付、四賀寄草軍中将に、1、京淡路島、至る兵庫島、2月10日、11日、摂津国内で、豊島、上山合戦、松室鎮勢五月号ごとも引とあるなど、 当時の多くの文書に見え、梅松論、太平記にも書かれている。現在は、楠木町という町名が、道地にあり、楠木正重にちなんだ大内公前石碑が建てられている。ついで、官能年間には、足利高氏は弟、足利忠義と不和となり、一旦張馬に走った、高氏軍が当地で、忠義軍と退治、官能2年2月17日に合戦となった。 この戦いについて、官能2年7月日付、松浦州軍中将には、はたまた、兵庫入り後、2月17日内出合戦、官能2年3月2日付、伊丹宗吉軍中将には、同正月16日時五条落以来、丹波張間両国中中節、同2月17日、お節内出浜松室合戦中節、筆とある。 天国時代になると村落が成立したことが伺われ、しばしば、西の宮里などと三輪総論を起こしている。ただし、不王期、明王七年七月一日上に、旧与内出村のこと、黒人伊丹兵庫女,女医長法、去年、二十七家族無いとあるように、内出村の名で呼ばれるようになり、天文二十四年以降には、芦屋村と共同して、西の宮号、 本庄による持山の横領を、三好長兄に訴え調査するなどの抵抗を行ったりしたことから、芦屋村とともに、芦屋僧と関係が深かった見られている。また、古今著文集巻11書が第16によると、絵師大助方言兼喜びの弟子坊の住所を、摂津国境でしょうとするのを当地に否定する説もある。近世天正11年大阪に入った。 橋場秀吉は、内出村を、水野久き門に給付しており、同年8月1日の、橋場秀吉領地し物によると、当時の内出村の高は335国余りで、文禄3年県知の出目は、同年10月16日、豊臣秀吉領地衆院う状によると212国余りであった。江戸時代の内出村は、はじめ幕府領、源那3年より、 慶長国営図では、山陽道に接するように、内出村と記されている。遠方八年の福原便京にて、西山宗院が、スキグワやあるいは田後の内出村と当地を歌枕に、句を読んでいる。元禄八年大火で被災したと伝えられる。延京四年に、芦屋村と入会持ちの芦屋山所属に関する山論が、本城旧家村及び西宮社華郷六家村との、 間に起こり、先例に任せた採挙によって足や打ち出が勝訴した。文化2年に、幕府天文方役人の西国街道筋と海浜の測量が実施された際、海道筋の当村では乳用儀に43問目余りを負担した。文化7年の4、いや旧米格のことによれば、裏役負担のない内ち出を公安として利用し、数量を徴収しようとした事例が報告されている。 文政7年の五病戦議によると、萩藩主毛利氏が病床を集築している。幕末の文久3年、石灰防備のため、あざ荒野に、うちで陣屋が、萩藩によって設置され、以後防備の担当大名は交代したが陣屋は、明治維新まで引き継がれた。近代明治22年、町村政治史に伴いうちでは、聖堂村の大技ざとなった。明治十四年の個数百四十。 人口は男892、女905。明治38年には、阪神電気鉄道を打ち入れて流所が設置され、神戸、大阪との交通の主便さから、良好な住宅地として、打ち入れ給料から、宮川上流域へと、住宅街区が拡大していき、人口は、大正12年に5034、昭和14年には14,142となった。 阪神電鉄開通に伴いうちで浜には、阪神間発の海水浴場が設けられた。昭和2年にうちで特定郵便局、うちで公会堂が設置されている。昭和19年には、この大技うちでの区域に、うちで小槌町、うちいでか町、うちで若宮町、うちでチベット町、うちで南宮町、うちで浜町、うちで大東町、うちで緑気球町、 内出新能塚町、内出楠木町、大原町、上宮川町、宮川町、宮野塚町、暮川町の15町が新設された。昭和43年5月1日に阪神遺南で住居表示を実施した際には、内出大東町と内出南宮町を国道43号を挟んで南北に分離した上で、北側の両町域は新設の内出町として統合され、 同時に、対象地域内の五町に関されていた、うちでの地名を外した。足足では、市街地エリアのその後の住居表示の実施の際にも、この方針は踏襲され、昭和44年5月1日には、楠木町、新能塚町、緑家球町から、昭和59年5月1日には、笠ヶ町から、それぞれの町名の前に関されていた、うちでの地名が外された。なお、 内出で小槌町については、内出での干渉を付したまま、昭和63年2月1日に住居表示が実施されたが、この経緯の詳細については、内出駅の記事の当該項を参照されたい。現那3年、摂津一国公後改め庁で、村高548国余り。この他、商法号町によれば、新年校181国があり、 漢文4年、天ヶ崎藩の内でが隠れ入れにより本、高674国余りとなり、共放20年の、石化繊維志向調で926国に急増し、天保合調で945国余り、急行給料取り調べ調で951国余り。漢文9年頃の矢数 89, 人数 638, 天明8年の矢数210、 文化2年にはや数161。青山市の地政下で、神殿開発が成功され、村高が増加し、原文4年の内田村年校米取り立て山陽町には、神田として、小神殿、鳥にった、岩が平ら、外浜などが見え、南方の浜よりと北方の北より丘陵への開拓が進められたとみられる。ご機内市には道村について、 俗有一と記載されており、遠方八年にできた岩が平神殿を指す。今日は三年の節戦十二京都酒造株国高数日会によると、酒造会一件があり、株高は471国。宮川は水量が乏しいため、ため池が造成され、池ヶ谷、中池、全池など池にちなむ小技が見られた。寺院に浄土州新納寺、寺自然寺、 一行宗明き寺、宇治神は、うちで天神社、岩が、平神殿にも天神社があった。元六十年の神主道森東藩方の里氏に、浄土周知を民末新能寺と、東本願寺末、忠だ後照らした明らかく寺が見える。民閣寺は御用流町に、一行、総本願寺末明福寺とあり、新州足足によれば、 聖徳五年の解消で現在新州大谷派とあり、道書によると、寺子然寺は一、一行、総辻元道場が、教法で、説明書図絵によると、宇治神である、天馬宮の斜辺の金津山には、星の黄金舞の伝説があり、朝日差すいり日に輝く、この下に、小金千枚河原千枚の俗用があったという、ありがとうございます。